ロシア科学アカデミー、ロシア科学アカデミー、ロシスカイアアカデミーアノック、略称は、ランは、ロシアの最高学術機関とされる国立アカデミーで、ある。ロシア科学アカデミーは、ロシア連邦全土の学術研究機関を包括する、ものである。アカデミーの名称は、1803年からは、帝国科学アカデミー、1836年以降は、 帝国サンクトペテルブルク科学アカデミー、ロシア革命により、1917年帝政ロシアが倒れると、ロシア科学アカデミーとなる。ソ連成立後の1925年からは、ソビエト社会主義共和国連邦科学アカデミー、アカデミア、ノック SSSR の名称で知られていた。ロシア科学アカデミーの起源は、ピョートル大帝によって、西欧に科学技術や、 芸術の分野で追いつくために構想された帝国、サンクトペテルブルク科学アカデミーである。1724年1月22日の元老院布告によって計画されたが、実際にアカデミーとして開設されたのは、大抵の死後の1725年の末であった。アカデミーには、数学者のレオンハルト・オイラー、クリスティアン・ゴールド・バッハ、ニコラス・ベルヌーイ、ダニエル・ベルヌーイ兄弟、 発生学者のカスパー・ボルフ、カール・エルンスト・フォンベヤーア、天文学者のジョゼフ・ニコラ・ドリル、物理学者のゲオルグ・ボルフ・ガング・クラフト、歴史学者のゲルハルト・フリードリヒ・ミュラーラが招聘され、当初はこれらの外国人の科学者が会員のほとんどであった。ピョートル大帝没後、科学アカデミーは円滑に進まなかった。ピョートル大帝の娘、エリザベータ・女帝は、 長身で最後のウクライナのヘドマンであったを科学アカデミー総裁に任命する。総裁職、プレジデントは次第に名誉職と化し、総裁と別に委員長、ディレクトールが責任者として設置される。エカテリーナ2世は1783年1月24日、科学アカデミー委員長にエカテリーナ・ダーシコワ公爵夫人を任命する。啓蒙主義者でもあったダーシコワは院長として ラツワンを振るい、科学アカデミーの再建に着手し、財政再建と出版活動の活性化に力を注ぐ。ダーシュコアは、オイラーの論文集、教科書、地図、ロモノウソフ全集を出版し、出版活動は成功し、約16万ルーブルの黒字を生み出す。その他、幾何学、力学、科学、地理学、博物学の公開講座を開催し、下級貴族や、 カシカンを中心とする各層に門戸を開いた。さらに、エカテリーナ2世にロシア語研究の必要性を、根性し、同意を得た上で、ロシアアカデミーの創設と科学アカデミー委員長のまま、ロシアアカデミー総裁に就任する。1793年ロシアアカデミー時点、全六巻の完成という形で成果を見た。ロシア帝国の領土拡大に伴い、 帝国の辺境を調査するための遠征にあたって、アカデミーの様々な科学者が、調査団、探検隊の指揮者や参加者として、積極的に活動した。例えば、カムチャツカ半島遠征などを実施したビトスベーリングや、シベリアを調査したピーター・シモン・パラスなどが知られている。1925年7月には、ソ連政府は、ロシア科学アカデミーを最高学術機関と承認し、 名称をソ連科学アカデミーと改称した。1933年教育人民委員部、文部省にあたるから人民委員会議、内閣の実期機関に移管される。翌1934年には、レニングラードからモスクワに所在を移した。1936年ソ連科学アカデミーは、共産主義アカデミーと合同し、従来の自然科学部門に、 社会科学部門の研究分や機関をその対象に加えるに至った。さらに、人民委員会議がソ連閣僚会議に開組されると、ソ連科学アカデミーは閣僚会議の直属機関となった。ソ連科学アカデミーは、ロシア共和国を除く14のソ連構成共和国の国立科学アカデミーを設立し、科学者の生活と研究を支援した。 各共和国の科学アカデミーは以下の通り。また、これとは別に、医学アカデミー、教育学アカデミー、レーニン記念全ソ連農学アカデミー、芸術アカデミーが設立され、ソ連科学アカデミーと相互協力関係を結んだ。ソ連科学アカデミーは、ソ連国内で最も権威ある組織として、ソ連共産党に対しても一定の自立性を保った。その会員数は、 ソ連末期の1987年には、正会員262名、準会員523名、外国人、会員98名であった。アカデミー機関の研究機関、シンクタンクとしては、世界経済国際関係研究所、イメモが有名である。地方支部として、シベリア部門がノボシビルスクに、ウラル部門がスベルドロフスク、現在のエカテリンブルクに、 極東部門がウラジオストクに設置されていた。ゴルバチョフによってペレストロイカが開始され人民代議員大会が新設されると科学アカデミーは社会団体として20議席が割り当てられた。1991年にソ連が崩壊し CIS 独立国家共同体の成立に伴い各国に独自の科学アカデミーが生まれた。ロシア科学アカデミーは 旧ソ連科学アカデミーの基礎のもと、約650の研究機関を参加に有した。その中で主要な教育、研究機関は以下のものが挙げられる。モスクワ物理学、技術研究所は、ロシア科学アカデミーには属さず、ロシア連邦教育省に付属する。しかし、フィステックシステムと呼ばれる、教育システムは、科学アカデミーの多くの研究機関を使用している。 2013年には、旧ロシア農学アカデミーやロシア医学アカデミーが、ロシア科学アカデミーに加わりました。現在、ロシア科学アカデミーには13の学術分野と、約1000の研究所があります。2019年1月には、ロシア科学アカデミーは、正会員858名、巡会員1089名、外国人、会員467名を誇る。さらに、 605名のロシア科学アカデミーに属する教授がいる。一方で、新生ロシアに国家体制が変化したことに伴い、国家による補助は大幅に削減を余儀なくされたため、アカデミー参加の研究機関は財政的に厳しい状況が続いている。ロシア科学アカデミーでは、いくつかの賞とメダルを授与している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。